ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 はい、やってました。ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 よろしくお願いします。いや、変わった。かむねー。番組半年経ちました。早速かみました。MC のミザリオです。よろしくお願いします。ミザリオールです。はい、どれもいいんで、ミザリオールです。はい、そして、番組半年の、番組、半年の初の試みということで、今回アシスタントをお呼びしました。よろしくお願いします。よっ、自己紹介。ユルレンソンズの荒木信濃です。はい、はい、ということでね、今回、初めてね、こういうトークの出るのも初めてということでね、今日はね、VTのこのライクアイテムという店舗で、先輩方とお話しするということでね、楽しみにしていただけます。VTってことですか。お、何聞く。あ、シドンね。シドンみたいなもんだから。こちらを似てる、似てる、似てる。そう、ざっくりね、人類で分けるとシドンみたいなもんだ。人類大きくはそんな、ひなおちゃんのまずね、最近リリースを出したという、ちょっとそちらも宣伝しとこう。お、ありがとうございます。はい、じゃあこれ、はい、タイトル言ってちょうだい。あ、ささやきです。はい、ということでね、お、最近出した曲でして、9月1日かにリリースして、はい、どんな感じの曲だったの。美術館で踊りました。お、美術館で踊った夏曲ということで、MV ね、 MV の方がいいじゃん。まあ、この夏にね、夏は終わりなんですけれども、まあ、夏の終わりを感じさせない曲ということで、とね、ひとまずもう一曲もね、はい、ラビーのライブで評判もいい。あ、そうです、盛り上がります。盛り上がるということで、あの、おしゃべりですよ。曲話してるんですよ。宣伝してるんだから。めちゃめちゃ井戸型会議になってるよ。ごちゃごちゃやってるから。ごちゃごちゃやってるから。いいから進めて。ね、これね、もう発売中ということで、はい、まあ、よろしくお願いします。今日に気持ち悪いから。はい。さあ、犯罪のニュースですね。早速ずっと喋ってるんですよ。先輩方ですね、今回のゲストを紹介したいと思いますよ。じゃあ自己紹介を、ハクヤさんからお願いします。はい。おお、バンド名。はい。ナイチンゲールハケです。はい、よろしくお願いします。そして、ナイチンゲールとバサラの、どっちつかずだよな。どっちつかずってことないですよ。どっちつかずってことない。ハケです。はい、バサラさん。そして、バサラとか リスクとか、なんかアンチのアンチフェミニズムのサポートなんかやってる、やっています。よろしくお願いします。はい、そして、今回の番組のまず早速テーマを先に言いたいと思います。断る。なんでですか。もう終わり。終わりじゃん。バサラ、ナイチンゲールです。イエーイ。バサラ対ナイチンゲールということで、そしてちょっとまずタイなの、ね、タイですね。やっぱツスロー、ナイチンゲール。絶対負けるよ。あの、まず大切なお知らせが一つ。なんでしょうか。はい、この本日収録日が9月15日なんですけど、翌日、リアさん誕生日です。おめでとうございます。何歳10周年の、あ、よかったじゃないですか。じゃあ見せてきた、これね、これね、今年で10周年なんですよね、このあの夏、あの花、あの夏じゃない、あの夏はこっちだ。間違えた、あの花ね。俺この間、秩父鉄道乗ったから。お、タイミングいいですね。よし、じゃあ、一気ということで。いや、じゃあ、ありがとうございます。はい、これあの花の、コラボ焼酎ということで、おめでとうございます。みんなも、メンマちゃんとね、メンバーちゃんね、アナルじゃなくてよかったね。違う人の名前だから、ちょっとあだ名だから、あだ名だから、あだ名だから、しょうがない、やましいことは、そう、やましいことは何もない。どんどん進めていきたいと思います。そしてもう一人、実は誕生日いるんですよ。なんとはそれ、なんと俺じゃなくて、ひなのちゃんも1週間後、誕生日でございます。私からも何歳になるんですか。反応ありがとうございます。これも開けてみてください。17になります。17になりたい。ハロウィンのボディバのコラボレーションの、ザリオの Z、
手作り。ゴディバなんで。そう、ゴディバのサンリオハロウィンコラボ。ああ、危ないから。そうだよ。だから何が入ってるか分かんないから。ああ、じゃあね。気をつけな。何入ってるか分かんない。マスクのマスクそうですね、あのちょっと細かいダメ出しもありますはい、ということでお誕生日ですね、リーヤさん、ひなおちゃんおめでとうございます。もうさすがダフットチョキとか入ってるからもうポーンって投げてるから話全然進まないじゃないですか。あそこ出たらポーンって投げてまだバンドの話一個もしてないしますやるのかな。今回はですね、先ほども言いましたがバサラ対ナイチンゲールということでして、バサラがまず30周年ということで3週に向けて今回配信したいと思います。よろしくお願いします。そしてナイチンゲールもね、今年もう何周年になります。ざっくりざっくり13、4ぐらい12、3、4で、まあ10周年を迎えてね、今後も活動していくということでして、まあすんのできるかなやりたいよねっていうところというところで1年1回ぐらいやってよ。まあライブね、もそれぞれ活動しているということでちょっといろいろお話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。まずはちょっと早速なんですけど、そこのね、一番初めの方30年30年だって生まれる前からバンドやってるから、ね、そうだよ、まだお父さんの中にもいないといけない。食べ物だった時そうね、本当かよ、ややこちゃん出た。まず最初のどう思うというか、なんかその感想というか30年やってる人を見て、すごい、人生って何年前からあるんだろうって。そうだね、もう教育番組ないです。教育する番組になってる。あいつ染めてますよね。いや、地毛なんですよ。また嘘を。いや、何回も言うんですけどこれ地毛なんですよ。あれアニメのなんかおじいちゃんみたいな感じのあれかと思って、なんか50年前からやってるような人だと思う。いや、確かに俺大昔からこの20歳とかそこぐらいからこうツートンにしてたわけですよ。うまい場に白髪がこう生えてきてツートンになってビジュアル系やってよかったって。めっちゃウケてますよ。めっちゃウケてるんですよ。そうだよ、大きくなったらこうなんだろうな。気をつけな。30年、もう、最初は活動は九州。そうだっけ。そうですね、はい、確かそうだね。九州で30年前だと曖昧になってくる。曖昧の去年曖昧なんだ。で、東京出てきて、で、まあ、いろいろメンバーの、ね、交代とかあったりして、そっちに殴り合いとかいろいろあったり、おーってなって全部信じちゃうんで、あのいろいろあながち間違いではない。それは間違いではない。まあ今日もその辺の話もじゃあ、あ、じゃあそうですね、していきたいと思います。で、後今話があるとね、カイエさんが加入されたの、はい、そうです、解散前に一度解散したのの時に俺が入ったせいで帰った。いや違う違う違う、やっぱ信じちゃうから、やめましょうって全部信じちゃうんで、この子解散のね、火種を作って、いや、やめましょう、絶対信じてしかいけない。悪い大人なんだよ、王子さんは。ちょっとそういうことで大きくなったりするんですよ。そうだよ、納得しないで、なんかそれ信じちゃうから今日話進まんね。進まんね、うん、いいよ。まあ、もうそれがいいと思います。後に、ナイチンゲールというバンドをね、始めて、そこで今からもされてるのがタクヤです。タクヤ初代のドラムじゃないよね。違うよね、違うよね、一番人だよね。2代目後半になんかでっかいベースがいたりとかさ、いろいろいましたね。いろいろいたよね。いろいろいないねか。まあドラムの移り変わりがありました。あの、なんだ、そのボーカルのコーンさんという方と、まあそのカイエさんという方で2人でナイチンゲールという。コーンさんっていうのはね、あのボーカルのあのコーンさんでね、身長がこれぐらいなので。かわいい。信じちゃうから。そんなわけないでしょ。そんなおじさんいないよ。こうやってくれ、はい、そうなんかちっちゃいおじさんのバンドでやる。そうで、大きいベースの人が入ったんだけど、大きいからクビになった。でかい。ああ、じゃない、大きすぎて嘘ばっかり言ってる。そしたらちょっとちっちゃい人が入ってきて、で、下手のギターにまたちっちゃい人が入ってくる。割とだからバランスがね、全部嘘。かわいい。信じちゃいますからね。え、あらがち間違いじゃない。今のプレーの人がいてだんだんちっちゃいやつが入ってるんじゃない。確かに
確かに低身長が上がる。低身長だからカメラワークしやすいじゃん、一定で、うん、で、さくやさん入った時はだからさっきアーシャン見せたんだけどちょっとハンドリにしてたとか、あれさっき手下げの時、うん、やってた、やってたやってた、こんなことやってんだ。怖い。いや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 。怖かった。で今そのバンドが活動されてる。でバンドはそれぞれ違うんだけど、たまにあの何ですか、セッションバンドって言って、あの他の人のカバー曲をやったりとかするイベントで実はリーヤさんとハクヤさんも一緒にやったり。そうなんですよ。あれやったっすね。やったっすね。X ジャパン。かけるジャパン。えこの二人が X ジャパンの。の人その人まあ、エクスチャンバーみたいなもんだからねもうもうざっくり分けるとVK のくるみだと、シドもエクスジャパンもここの人たちも同じ人っていう、だいたい、だいたい人類を二つに分けるっつったらそっちの部類入る。確かに納得しちゃったじゃん。確かによかった、納得した。今回の配信見てる人どう思うんですか、これ。いや、ふわっと見てくれるわ。ふわっとね、さあ、その30年のその歴史とね、12、3年、歴史の中で、俺3分の中で、ちょっと今回はですね、今だから話せる30周年の、もう30年経ったから、もう今だからこれは話せるぞっていう話を、リーヤさんを中心にいろいろお話をしていただきたいな。ちなみに、昔からお前さ、はい、そのさ、お前の収録来るってさ、毎回その、今だから言えるとか言うじゃん。だいたい言ったよね。もしね、言っちゃうと次の俺いないかもしれない。そんなことあるやめてねっていう話を毎回やってんじゃん。あのちなみに1回目の配信では、はい、ニュークリッドロマンスの小笠原健一さんが、うん、当時いくらファンの人に貢いでもらったかって額を教えてくれて、マンション買えるぐらい、そう、まあ、言ってくれたり、またあのザ・サウンド・ビー・ HD の大輔さん、元メディアユースの大輔さんは、うん、番組の配信で楽屋で生意気だったバンドマンをタックルしてバックドロップして、あとそのちょっと取り巻きのやつらをペチペチってやったっていう話をしてもらったりとかね。ここの番組ではその先輩の大御所さんに今だから話せることっていうのをね、ちょっといろいろ、だからもし気になったこととかあったらちょっと30年で何やったか、みんなの10年で何やったか聞いてみたいところだね。いっぱいありますよ。いっぱいある。じゃあちょっと聞いてみよう。ちょっと待って。ちょっと待って、どれも言っていいのかね。すごい俺ドキドキしてるんだけど。聞いてみよう。聞いてみよう。聞いてみよう。女の人のファンと、うん、つながりましたか。素直な意見ですね。俺はね、30年後なので。そういう言葉知ってんだね。もともと女の子にモテたくてバンド始めてるから、それでまたこう、キャキャ来るわけじゃない。入り食いなわけですよ。やっぱするんすね。もう次から次ですよ、本当に。で、バンド界って面白いもんで、その博多でやってて、博多ってまだその時そういうこういう金髪とかいないのよ。仕事がないわけですよ。そうするとやっぱ女の子に貢いでもらうしかないわけ。ライブがいっぱい入ってくるし、ああでも仕事がないっつって、もう頑張るんですよ。すごいでしょ。すごいでしょ。そう、だから売れてない時は仕事してたんだけど、水商売みたいなこと。で、だんだんこう人気が出るにつれて、もう働けなくなって女の子にガンガン貢いでもらう。そう、衣装とかもね、昔ルナマティーノっていうメーカーがあって、懐かしいですね。もうシャツ1枚で5万とかするぐらい、そんなの買えないわけですよ。それを女の子に欲しいって言って、ライブで着るからで、ガンガンもらう。絶対付き合う。お父さんみたいなこと言い始めた。絶対ダメ。このライカイソンでそれを言うんですか。絶対ダメ。本当にやめておきなんですね。だからメジャーのお金持ってる人と付き合うのよ。でも、ね、そこら辺で言うとあのドマイナースターって言うんだから。今日の6年やつに。大体6年でもね。そんな他になんか聞いてみたい。このおじさんも長いからね。この、そう、この。どこで買うんですか。今ユニクロか。今のユニクロが多いかな。ユニクロとかね。今昔はあの格好つけてね、高いのとかを買っていたんだけどね。今はどうでもいいんだ。そんな。もう喋り方がね。
そう、まあ、どうだっていいんだよね。でも、は着てても心は認識できてる。間違いない。いや、ほんとそう。間違いない。あるんだね。多分分かってないと思う。分かってない。習った。大切な中身です。すごい。おぉぉぉぉ、知ってる。だから、ユニクロの500円の T シャツ着ててもね。500円ない。いいと思う。心がね、堂々としてればね。でも、心の人は堂々としてない。してない。してないんだ。してない。そう。さあ、服はどこで買ってるのか。海外のサイトとかと、コラボしてきてます。あ、迷ってるね。ドラフト君は着てみようかな、じゃあ。本当ですか。ドラフト君着てみよう。あ、わかる。今じゃないな。カエさん、カエさんドラフトつけてるから可愛いっていう感じではない。本当？まあ、着てみるわ。次着てたらちょっと俺、衝撃ですけど。マジっすか、マ君。吸収していくタイプ。俺は引くけど。同じこと。クマさんのシャツ着てる。大丈夫大丈夫。着てる。クマとか似合うから。本当ですか。すごい似合う。さあ、そしてじゃあ、パクヤさん。俺もずっと。まあ別に何もないよ。パクヤさん、チワワ買ってますか。何？チワワ。チワワ買ってないよ。なんでチワワ買ってない。買ってないですよ。調べてて、誰かのツイッターにチワワがいて。あ、それうちのベンチです。印象が悪かったんですか。いや、なんだあいつっていう話になってたのよ。え、そう、その対バン、違うバンドだったんですね、そうそう、お互いに。バサラとロマンスコアって感じで、コズミックフィールドのツアーかなんかで、ラクリマとかアスプライムいた時ね、こいつが本当態度悪いな。こんなに腰低い感じなの。いやいやいや、調子に乗ってたの。あの時が一番こ態度悪かった。本当に本当にね、調子に乗ってたの。そしたらテンションも上がってたから、ね。でうちらはまだ博多にいたから、ツアーとかもあると全員やっぱ敵に見えるわけですよ。なんでこいつらみたいな。そう、そう、
田舎もバカにしとっとねみたいな感じだけど、だってすごい大きい声でなんか人を殴った話とかをしてるんですよじゃあおおってなるわけじゃないこっちも、ね、だから雰囲気は悪かった、悪いよすごい悪かった、全体的に悪いんだけど本当悪くて、もう俺結構ムカついてて、なんだあいつっつって、まあ、なんだあいつ、何あいつってこう、博多弁じゃないですか。で、なんか気づけば、なんか連絡の先を交換してて、なんか悪かったんですよね。悪かったっていうか、悪かったっていうかもう、喋ってなかった。もうほとんど一、あの、なんだっけ、一触即発。なんかきっかけあったら言ったろかこいつみたいな感じなわけですよ。今でともバチってたもん。そう。でも途中経過は全然わかんなくて。気がついたら2人で漫画喫茶で漫画そうですよ、はい、まあ何してんのっつって、だどのタイミングでね仲良くなったか俺もいまいち覚えてなくて、で仲良くなったんですよ、2人でキャッてやろうって言って老夫婦みたいな感じで2人でずーっとしてる、枯れた感じで、ね、あの恵比寿の居酒屋で2人でカウンターで飲んだりとかキャッキャした思い出あんまないない、なんだけどいつの間にか仲良くなって、そして後に一緒にやることになるんですよ、そうまずはレーベルが同じになったんですよね、だから大昔にそのとある全盛期やってた時に事務所あの俊介っていういたね、はい、抜けた時に俺は一番最初こいつ誘ってんの、はいやってくんねって、この人謎にベースを弾いてたから、そう違うバンドでいやベース弾いてる場合じゃねえぞ、なんか俺もねなんでベース弾いてんだろうなって、そう悩んでる話も聞いてたから一番最初本当は誘ってんだけど、やっぱ事務所関係とかいろいろあったからそこはポシャって、そしたらうちらがトヨタに行くわけ、そう、愛知の事務所に行く、そう、ソレイユっていう事務所に移るわけ、最初福岡行って、東京行って、愛知県、あの恐竜の形してるところですか、そあ、愛媛だ、愛がつくから、愛がつくから、愛四国だよこれ、愛あの、名古屋、そう、織田信長がね、頑張ったところがで、そうそう、おやつこいつ、エビフライみたいなね福岡、東京行ってこの愛知県の事務所に所属することになって、いよいよここで一緒になるわけですね、そうです、こんだけ最初の中生意気やるんだっつって、ね、でも本当に途中経過本当覚えてないんだよ、からわらわら多分飲んでるうちに仲良くなって、打ち上げ仕事やったでしょ、やったんだ、多分いつの間にか喋ってた、もう記憶ないんだろうね、ないお酒飲んで記憶がもうないんだ、そうない中で喋って、あなんとなくじゃあ友達なんだっていう認識がツアー中にそうできたのかな、あでも恵比寿の時は仲良かった、仲良かったです、っていうかあのもうすでにロマンスの後半ぐらい恵比寿市の人っぽいでしょ、そうだよね普通にね、そう普通の方がそういう風にそうあの時間がきれいお酒ってすごいねすごいねまだ飲んでダメだよ、そうですよ、そうですよ、20歳から、一応日本の法律では20歳からだからね、俺もこの年になって殴られたくないしさ怒られたくてまたそんな文化あるんですか、そう俺の未来予想図で50歳のバンドやってる俺って、お疲れお疲れみたいな先輩大御所みたいな